俺、対馬。やあ、どうも。俺、対馬。私、おじいちゃん。このアニメは…ああ、もう振りたい。クマさんみたいな体型の猫を。来たよ。ちょうだい。ダメダメ、それはパン。こうしておじいちゃん家に住み着いた俺が、おじいちゃんや仲間たちと寝たり起きたり食べたりする毎日を描いたアクションアニメだよ。アクションじゃないよね。じゃあサスペンスで。いやいや、ほら、感動作だ。わあ、でっかい猫。でっかいね。あれはボス猫だね。俺、人間から。あ、こんにちは親方。いつも恰幅がいいね。結構見た目で。あ、親分。ほんとだ、親分。こんな風に呼ばれること多いんだけど。あ、いい父。実は全然そんな柄じゃないんだよね、抱っこ。急にものすごく甘えたくなっちゃったの。赤ちゃんじゃん。手下こいつぐらいしかいないし。